アメリカ野砲隊は、ジョン・フィリップ・スーザが1917年に作曲した、行進曲。正式な現代は、ザ・ U.S. フィールド・アーティレリー・マーチ、直訳すると、合衆国野戦砲兵隊行進曲となるため、合衆国野戦砲兵隊とも呼ばれ。第一次世界大戦中に、予備役海軍隊員として、各地で軍楽隊を指導していた、スーザが、 アメリカ陸軍第306野戦砲兵隊のジョージ・フリードランダー隊員の求めに応じて作曲した。フリードランダーは、弾薬者の歌、弾薬者は、進んでいく、ザケイさん号、ローリング・アロングあるいは、野ー隊の歌の名で知られていた、野ー隊歌を曲中に使うことを提案し、スーザもこの歌を気に入って、更新曲のトリオに取り入れた。 フリードランダーもスーザもこの野放大化が南北戦争の頃に作られた古い曲だと思っていたが更新曲の出版後になって実際には陸軍中尉としてフィリピン戦線に参加していたエドマンド・グルーバーが1908年に作曲したものであることが判明した曲の形式はヤブシ・リクなおグルーバーの戦律には新しい歌手が付けられ1956年に アメリカ陸軍公式軍歌、陸軍は進んでいくとなった。また、グルーバーのオリジナルの主考符は、オクラホマ州法と、シルの陸軍や砲隊、ミサイル学校の図書室に飾られている。a b ビアリー、ポール E、スーザー・マーチ大全全局完全解説版、鈴木構造役、音楽の友者、2001年4月30日、128から129ページ。 ISBN4-276147204。ビアリー、ポール・イー、キース・ブライアンヒズ・ニュー、スーザ・バンド、ザ・オリジナル・オール・アメリカン・ソーサーのアルバム・ノーツ、PP8 から9、ブックレット。デロス・インターナショナル・インク、東部方面隊。創立49周年記念行事 YouTube2009 年10月3日、東部方面隊。 創立50周年記念行事、セガシミュレーションベストアドバンスの大戦略、オリジナルサウンドトラック。ありがとうございます。